上段、2010年から起こったアラブの春における反政府抗議。2014年、ロシアがクリミアを併合。2000年代後半からエッセルがテロ攻撃を実行し、2015年にシリアとイラクを支配下に置く。中段、2016年、イギリスの EU 離脱を表明し、ポピュリズムが躍進する。気候変動が表面化し、2016年に、 パリ協定が制定される。下段、スマートフォンを代表格にデジタルモバイル技術が発展。多くの国で同性結婚が合法化される。写真は2015年に全州で同性結婚が承認されたアメリカで LGBT を象徴するレインボーカラーにライトアップされたホワイトハウス。2019年史上初めて撮影されたブラックホール。 一般相対性理論を裏付ける新たな証拠となる。2010年代は、西暦2010年から2019年までの10年間を、指す10年期。この項目では、国際的な視点に基づいた2010年代について、記載する。コンピュータゲームインターネット政治哲学と、思想文学芸術ファッション映画とエンターテイナー、注釈出展。ありがとうございます。